ざっくり雑学。今回は日本本土最大のカマキリ、オオカマキリについてざっくり解説するのだ。ちなみに日本最大のカマキリは沖縄に生息する前モンカマキリ。オオカマキリは日本全域に広く分布する昆虫で、その大柄な体格を生かし、アゲハチョウやセミなど比較的大きな獲物を捕食する。田畑を荒らすイナゴやバッタなども捕食してくれることから益虫とみなされるが、養蜂場のミツバチを捕食することから害虫扱いされるケースもある。よくハリガネムシという寄生虫に寄生され命を落とすが、ハリガネムシに寄生されたカマキリが水辺に誘導され、そこに生息する水生生物の餌になることによって生態系を維持しているのだ。人間にとっても地球にとってもとってもいいやつなのだ。